141ビル、141ビル、141ビルは、宮城県仙台市青葉区にある再開発ビルで、東北地方発の総合ファッションビルである。仙台市都心部の東一番町通り、停前寺通、東二番町通り、北工事の4つ、道に囲まれたブロックに立つ。市民からは14、141と省略されて呼ばれている。現在の各テナントは、 仙台三越、定前寺通り館。141の名称は、市街地再開発事業の地区名である、一番町四丁目第一地区に由来する。地上6階、地下3階の建物で、隣接する仙台三越本館とは4階と、地下1階に設けられた連絡通路により直結しており、地下1階は、ファッションドーム141として営業されていた時代から、 サンフードガーデンとして一体的に利用されている。5階のすべてと6階の一部は仙台市が区分所有し、エルパーク仙台を設置している。エルパーク仙台は仙台の衝撃場演劇の中心地。一番町4丁目アーケードに面した部分には、再開発前から当地にあった商店などが路面点形式で入居している。仙台市地下鉄南北線、高等大公園駅と、 地下3階でつながっているため、一番町の玄関口の役割も担っている。駅からエスカレーターを利用して地上に出る場合、先端ホーフォーラム、円形の吹き抜けになっている、エレベーター及びエスカレータホールが動線を集約しており、様々な小イベントが開催されている。また、観楽街の国分町の最寄り駅でもあるため、先端ホーフォーラム及び一番町出入口は、 待ち合わせ場所としても有名である。現在の店内構成。三越定前寺通り館は、地上4階から地下2階まで入居している、各テナント。身体障害者用トイレは、地下1階、地上3階、5階、6階。自動対外式所再同期は6階に設置。一番町4丁目アーケードに面して、路面店が入居する。南西閣には、 金蛇水神社が鎮座する。仙台市消費生活センター以外の5階の全フロアと6階フロア半分程度を占める仙台市の男女とも同さんが推進施設。市内の同様な施設として仙台駅、西口、駅前通り、中家町の再開発ビルアエルニエルソーラ仙台がある。当施設には小ーホールが2つ付設されており、演劇や 音楽のライブスペースとして利用されている。6階5階、株式会社1.4、1は地下2階から地上4階までのテナント部分を三越仙台店に一括して貸す方針を固め、入居中の86店舗に立ち退きを求めた。このため、2008年、平成20年6月から閉店セールが始まり、8月24日に閉店した。 地下1階の三越フードガーデン及び5.6階のエルパーク仙台を除く。当該部分は11月21日に三越定前寺通り館として開業した従来の仙台三越の方は本館となる。これは10月1日から始まった仙台宮城デスティネーションキャンペーンに合わせ都心部では仙台フォーラスが改装し仙台駅前に エスパルイや仙台パルコが新規開業し、郊外にも2つ、アウトレットモールが新規開業したこと、さらに建設中の仙台ファーストタワー商業棟を、賃貸し、地元百貨店の藤崎が新館を開設することなど、仙台経済圏の商業地図の激変が関係ある。競争の激化で、三越は、4モール名取エアリ内の名取三越を2009年、平成21年春に閉店し、 仙台三越に注力することを決めた。他の仙台にある大型店が県境を越えて、林県まで証券を広げたのに対し、仙台三越はその顧客の92%が宮城県民であるため、定前寺通り館が開業しても宮城県住視の姿勢を変えないとしている。ただし、三越の従来からの中心的顧客層である50代前後の他に、 伊勢丹のノウハウを用いて20代から30代をも取り込めるような商品構成を目指すとしている。2016年現在においては、乳幼児向けのチーク玩具や子供服、若年層向けアパレルブランドの販売ブースが設けられており、ファッションドーム141時代のテナントであるサンリオが再び進出するなど、本館と比べはい世代向けの店内構成となっている。 なお、仙台市営地下鉄南北線の開業に合わせて、ファッションドーム141の再開発、高等大通りと東二番町通りとの接続部のクランク解消、高等大公園の整備が行われたが、これを機に有志が集まって、仙台高のページェントと、テーゼンデラストリートジャズフェスティバルイン仙台を生み出し、それらの中心的舞台となったテーゼンデラ通り及び、高東大公園が、 仙台の集客装置とて台頭した。すなわち、141は単なる商業ビルにとどまらず、市民が主体となった数々の都市イベントを作り出す、きっかけとなり、学と仙台の端緒となった。ファッションドーム141-141としての営業期間は1987年、昭和62年3月21日から2008年、平成20年8月24日、以下に、 ファッションドーム141時代の店内構成を示す。身体障害者用トイレは地下1階、地上3階、5階、6階。自動体外式所再動機は6階に設置。一番町4丁目アーケードに面して路面店が入居する。南西角には金蛇水神社が鎮座する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。